こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では秋のアウターはこの3つだけあればいいというテーマで皆さんに動画をお届けしてみたいなというふうに思ってます。まあ最近はですね、結構雨の日が続いていまして、半袖短パンのテンションだとですね、かなり肌寒いような日が続いてるんですね。まあそうなるとトップスの上にですね、何か一枚羽織るものがあるとすごく便利かなと思うわけですね。ただまあ秋のアウターというのは冬のアウターのようながっつりですね、熱いようなものではなくて、もうちょっとライトなものがいくつかあれば十分かなと思いますので、今回ご紹介する3パターン、これがあれば、まあ、先日ご紹介した秋のトップス5つと組み合わせるだけで、かなりたくさんのバリエーションが組めるかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、参考にしていただければなというふうに思ってます。まあ、今回ですね、チョイスした3つに関しては、個性がそれぞれ違うんですね。まあ、正統派なアウターから少し今っぽいもの、そして少しスポーティなものまで、この3つがあればですね、かなりバリエーションとしては充実するかなと思うので、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日ですね、なるべくわかりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートに関しましては、僕がもう一つ運営します YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしてますので、よかったらそちらの方もですね、下の概要欄からチェックしていただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで早速一つ目のアウターから皆さんに解説をしたいなと思ってるんですが、一つ目はですね、僕が今着ているこちらのシャツアウターですね。まあ僕の動画の中ではですね、よく出てくるのでご存知の方も多いかなと思うんですが、まあ、今回ご紹介する3つの中では一番トレンド感があるのがこのシャツアウターというアイテムかなと思います。まあ結構ですね、セレクトショップではどこでもですね展開してますし、まあ、ユニクロだとか、あとは GU なんかでも取り扱いがありますね。まあ GU だと CPO ジャケットとか CPO シャツというような呼び方をされてるかなと思うんですが、まあこういったアイテムというのはトレンドアイテムなので比較的見つけやすいかなと思いますし、僕ら大人世代にもですね結構似合いやすいので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなというふうに思ってます。まあ夏の着こなしだったら今僕が着てるようなこういった T シャツですね。まあこういった T シャツ1枚のスタイルも多いかなと思うんですが、その上にですね軽く羽織るだけで着こなしが成立してしまうので、すごくあると便利かなというふうに思ってます。まあそれ以外にもですね、 T シャツではなくてバントカラーシャツに対してこういったシャツアウターを重ねるというのも意外とバランスがいいかなと思ってるんですね。まあ同じシャツの合わせであっても内側がバンドカラーで外側がこういった普通の襟型だと意外と収まりが良かったですので、ぜひそんな着こなしもですねトライをしていただければなというふうに思ってます。僕もですねシャツアウターは好きでいろんなものを買ってはいるんですけども、個人的にはですねやっぱりネイビーだとかダークグレーだとかブラックだとか、このような濃い色が一着あって、それ以外にですねちょっとベージュっぽいものだとか明るいものなんかがあったりすると、かなりバリエーションとしては広がるのかなというふうに思ってます。まず皆さんはですね1枚で構いませんので、こういったですねちょっとこう今っぽさの漂うようなシャツアウター、これをですねぜひ1枚揃えてこの秋口にですね楽しんでいただければなというふうに思ってます。まあ、今回ご紹介するアウター3つに共通している点なんですが、着丈に関してはあんまり長すぎない方がいいかなと思いますね。まあ、特にですね9月だとか10月初旬に関してはそこまで着丈が長いとやっぱりちょっと邪魔な感じがしてしまって、まあ、それ以降ですね10月後半から11月ぐらいであればロング丈のコートもいいかなと思うんですが、それ以前まではですねこれぐらいの着丈の短いアウターがあると便利なので、ぜひ皆さんもチェックしていただければなというふうに思ってます。はい、続いて2点目の秋アウターなんですが、僕が今着ているですねこちらナイロンジャケットですね。これまたですね秋になったら必ず僕は着用するアイテムで、まあ1枚あるとすごく便利なんですね。まあ最近はですね雨が降ってるのでこれを羽織って出かけることも多くて、なおさら便利なわけなんですが、軽い雨だとか風を防いでくれて、なおかつですね着こなしにほんのりスポーティーな感じを取り入れることができるので、1枚あるとすごく便利かなというふうに思ってます。僕が愛用しているのはこちらアークテリクスのスコーミッシュフーディーというモデルなんですが、これはね本当に去年買って散々使い倒しましたね。すごい便利ですね。まあデザイン的にはすごくベーシックで使い勝手がいいんですけども、かなりですね軽量で小さくまとまるんですね。ですのでバッグの中に入れておくこともできたりするので、1枚あるとすごく重宝するアイテムかなというふうに思ってます。まあ、このようなスポーツブランドのですねナイロンジャケット、いろんなところが出していまして、例えば
えばアークテリクスだけではなくて、定番的なのはノースフェイスだとか、あとはパタゴニアだとか、他にはカリマーとか、まあそういった様々なブランドがあるので、そこら辺は好みで選んでもらうのがいいかなと思うんですが、個人的にはですね、アークテリクスの世界観がすごく好きなので、このスコーミッシュフーディはですね、個人的にもすごく気に入ってるんですね。そして今よりももうちょっとですね、寒くなったらさらに厚手のナイロン系のジャケットを着たりするわけで、まあ、個人的にはですね、こういったちょっとスポーティーなアイテムはすごく好きなので、ぜひ皆さんにもですね、おすすめができればなというふうに思ってます。まあ、ちなみにですね、さっきから着てるものはずっと上も下も変わらないんですが、この T シャツはですね、最近趣味で作っている個人のブランドですね、僕のソーというブランドがあるんですが、そこで作った T シャツなんですけども、その上にですね、軽くこのようにですね、ナイロンジャケットを羽織ったりしています。で、ボトムスに関してはこういったナイロンジャケットがですね、かなりカジュアルなので、まあ、ちょっとスラックスライクな綺麗なボトムスがすごく合いやすいかなというふうに思ってます。まあ、こちらは今季のグリーンレベルのアイテムなんですが、まあ、ダークグレーのですね、ちょっとスラックス調のアイテムと合わせながら、こういったナイロンジャケットというのを合わせてもらうとすごくバランスがいいかなと思うので、まあ、こういった大人っぽいですね、アウトドアミックスというところもぜひ皆さんには楽しんでいただければなというふうに思ってます。はい、続いてラスト3点目はですね、今僕が着てるこちらですね。まあ、ネイビーのジャケット、これは大人の男性にとってはですね、もう鉄板で定番アイテムなのかなというふうに思ってます。まあ、個人的にもですね、やっぱりネイビージャケット着ると落ち着くんですよね。まあ、プライベートにバリバリ着るようなアイテムではないかなと思うんですが、ビジネスカジュアルだとか、ちょっとこう食事に出かける時だとか、小綺麗にですね、ファッションを楽しみたい時には、1枚ですね、こういったネイビージャケットがあると、これはアウター感覚で気軽に着やすいかなというふうに思ってます。僕はですね、こういった T シャツとかの上にですね、さらりとネイビージャケットを着るのが好きで、こんな形であればですね、割と使い勝手はいいんじゃないのかなと思ってます。まあ、ちなみに最近のジャケットってかなりですね、ストレッチが効いてるんですね。これもですね、もうカーディガン感覚で羽織れるぐらいですね、かなりストレッチが効いてるので、そういった点ではですね、ジャケットという固めのアイテムではあるんですが、気軽にカーディガン感覚でサクッと着れることができるので、意外とですね、大人世代には一つあると便利なアウターなのかなというふうに思ってます。まあ、意外とジャケットって着丈が短いですし、足さばきもいいので、このストレッチさえ効いていればそこまで着づらいということがないので、僕はですね、秋口のアウターとしてはやっぱりネイビー系のジャケットは1枚あって問題はないのかなというふうに思ってます。まあ、今はですね、プリント T シャツの上に着ていますが、例えばですね、まあ、先日ご紹介したようなニットですね、まあ、こういった丸組のニットの上に着てもらうのもいいかなと思いますし、あとはストライプ系のシャツでですね、ちょっとこうアクセントをつけてあげるのもいいかなと思うんですが、一着ネイビージャケットがあれば様々な着こなしが想定できるので、まあ、大人のアウターとしては小綺麗に見えやすいですし、清潔感もあふれるので、一着持っておいてまず間違いがないかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただければなというふうに思ってます。はい、ということで今回の動画では、秋に活躍する3つの種類のですね、アウターを皆さんにご紹介させていただきました。1つ目がシャツアウターでしたね。で、2つ目がナイロンジャケット。そして3点目が今僕が着ているネイビージャケットですね。この3つがあれば、かなりですね、バリエーションとしては十分なのかなというふうに思ってます。それぞれ特徴が違うんですよね。トレンド感のあるシャツアウターだったりだとか、スポーティーな雰囲気を楽しめるナイロンジャケット。あとは正統派で小綺麗な雰囲気が漂うネイビージャケットということで、この3パターンさえあれば皆さんの休日の着こなしはかなり広がるかなと思いますし、まあ、様々な見え方の違いというのを楽しむのもファッションの醍醐味かなと思うので、まあ、ぜひ皆さんにはですね、今回ご紹介した3つのアウター楽しんでいただければなと思ってます。まあ、ちなみにですね、具体的にどんなものがおすすめなのかはですね、この動画の下の概要欄にいくつかリンクを貼っておきますので、よかったらそちらも参考にしていただければなというふうに思ってます。これからもですね、こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべく分かりやすく解説したいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。